はい、お願いします。じゃあニコニコ農園さんの紹介をよろしくお願いします。ニコニコ農園の井上です。今日は来ていただいてありがとうございます。トマトの時期なんですけど、今年雨は少なくてめちゃくちゃ暑くて、もうまあまあ枯れ上がってますけど、なんか頑張ってついてるみたいなやつもいますよね。で、伸びき、そうだな、特徴的にはトマトがあって下に落花生があって、あとバジルがあってっていう風に、まあ、一つの畝で、まあ、何種類かの野菜をやってます。まあ、何がどう影響してるか分かんないんですけど、まあ、落花生豆化なんで、あの空中の窒素をこうトマトに供給してくれる役目と、あとやっぱり暑すぎることが予想されてたんで、できるだけこう土の温度を下げるような、こう生きてる植物でカバーする、まあ、マルチも最初の1本だけは張ってますけど、一応こういう感じで植物でマルチしていこうっていうのが今ニコニコ農園がトライしてることですかね。今、夏野菜的には何が作られてるんですか？夏野菜もナス、トマト、ピーマン、あと葉物モロヘイヤ、空心菜、つるむらさき、まあと大なんか適当に育てたいろんな野菜を、基本的には食卓にあの並ぶような野菜を、あの旬のものを届けようと思ってるので、年間80種類ぐらいですかね、大体やってます。あとなんだろうな、まあ見ての通り草も生えながらですかね。で、今年からトライしてるのでまだ答えがあんまり出てこないんですけど、こう畝をずっとその畝を使い続けるっていうことにこれからちょっと挑戦していこうかな。まあ、同時にこう耕さないでやるっていうことに今トライ中です。耕さないやり方ですね。やっぱり耕しちゃうとどうしても乾燥しちゃうっていうか、で漏れなく肥料をやらなきゃいけない。で、まあ、オーガニックなので、まあ、有機物、まあ、牛糞とか鶏糞とかっていう感じなんですけど、やっぱまあいろんなことを考えるとあんまりこうせっせとあげようって感じにあんまり気持ちがなんなくて、なんでもうあげないでできていく方法を今ちょっと模索中です。まあ、ちょっとどうなるかわかんないですけど、育ちはゆっくりです。だけどまあ年々なんとなくこう仕上がってきてくれたらいいかなと思っております。こんなもんですかね。はい、ありがとうございます。なるほど。ミニトマトとかで奥になっちゃってるね。うん、行きます。あ、いいですか。耕さない農業っていいですね。耕すのもね、まあ大変っちゃ大変。うん、なんかきっかけがあったんですか、今年からやり始めようと思った。やっぱりね、去年のもう猛暑ですかね、まあ、今年も猛暑ですけど、で雨降らない、土乾燥する、種まいても発芽しない、これはまずいぞと、でやっぱり土の中の水分をできるだけキープするっていうことがまず大事なのかなと思うんですよね。なんで草が生えてて、まあ、いろんな植物が生えてることで、まあ、お日様から直にこう日が当たって乾燥していくっていうのを防ぐのと同時に、こう根っこがこう奥深くまで水分を探してってくれるんで、雑草っていうのもこうなんていうか、こう地下深
いところの水分をこう持ち上げてきてくれるっていうか、なんかそういう効果もあるんじゃないかなと思って、いろんなものの力を借りながら素朴に育てる野菜作りっていうか、あるのかなと。でもちょっとやっぱり窒素分が、窒素肥料が足りないっていうかね、窒素分が足りなすぎてこう葉っぱが黄色くなったり、葉っぱの数が少なかったり、まあ、するんですけど、まあ、これからの課題かなと思って、もうちょっと緑肥とかマメ科の植物をこういろいろ植えながら一緒に育てていくっていうのが大事かなと思いますけど、栄養がどこぐらいまでいってくからって感じですよね。意外とうまいね。すごい美味しかったです。もうそんな美味しそうに見えないですけどね。そんなことない。意外と頑張って。意外と頑張って。十分甘かったですね。これまた外で食べるとちゃうのね。この汗めっちゃかいて食べると美味しいね。でまた下からこうやって元気なのが出てきてくれてるので、またこういうのをどういう風にこう、こっちがメインのやつがだんだん上に上がって疲れてくるんで、今度下からいいやつが出てきて、またこいつらをどう秋まで引っ張るかっていうのもなんか見応えがあるかな。これね、割と耕してやるとね、まあわーって育つんですけど、わーって終わるんですよ。で意外と耕さないのだとなんかね、ゆっくり育つんだけど、なんかこいつらもね、ゆっくりなんかさ、どうやって生きていこうかみたいなことをなんか感じてるんじゃないかなみたいな気はします。で、また下から出てきて、まあ、こういう枯れてる葉っぱはね、落としながら、まあ、どうなるかね、まあ、僕らも育てながら、こう来たか、ああ来たかみたいな感じで、あ、じゃあ今度こうしてみようかなっていうのを やっていくのがまた楽しいかなと思うんですけど、まあ、損も言ってらんない時もありますけど、うわーみたいな、ダメかみたいなのもありますけど、でもこう新しい試みの中で新しいことが起きてくるんで、またどうそれについて、まあどう向き合っていくかなっていうことかなと思います。今年で農業始めて何年ぐらいなんですか？今年15年かな、16年目スタートだったかな、忘れましたけどそんぐらいですね、うん、そうやりながらもやっぱこうやって新しいことを常に、まあ常にっていうか、多分そのままやってて、うまくいってたらそのままやってんでしょうね、うん、だけど気候も変わってくるし、うん、土もやっぱり変わってくるんで、なんだろう、やっぱり土が良くなっていくスタイルで向き合っていく方がこう気持ちが楽っていうか、疲弊させてってるなって思うと苦しくなるんで、あ、なんかどんどんいい感じに仕上がってきたなっていうのと向き合ってる方が僕としては楽なんですよね。なんでやっぱ結局こうやりやすいスタイルになっていくのかなと思うんですけど、感じです。ニコニコさんの野菜ってどこで買えるんですか？ニコニコ、まあ、基本的には宅配なんで、直接野菜セットって形でお届けする感じなんですけど、まあ、一回試して取ってもらって、あとは定期的にお付き合いさせていただくっていうのがまあ基本になってます。あとチラチラマーケットとか出てるんで、まあ、そっちでバッタリあったらぜひ買ってもらってください。あとエコモの野菜市とかね、エコモ関連とかやってます。あとインスタやってるんで、ちょっと情報ちょっとキャッチしてもらって、畑のイベントも結構やってるんで、それで来てもらった人にある程度畑の野菜をちょっと積んでってもらうっていうのはやってますんで、なんかそういうのが最初はいいのかもしれないですね。どんなところでどんな風に作られてるのかを見て自分で取るっていうのは結構なんかいいんじゃないかなと思います。お米作りもやってるんです。お米はね、昔やってたんですけど今ちょっと途切れてて、今仲間のサポートちょっとやってます。で新規の連中でね、やっぱお米作りたいっていうのがいるので、最初のなんか基本的なところだけちょっと一緒にやりながら、でも一回やっちゃえばもうすぐ覚えちゃうんで、最初のこう背中をドンドンって押すところぐらいはやってます。
でここからですかね、自分たちももうちょっと環境整ったらやっていきたいなと。こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。